桐生のフライングと山形の復活、ハッキーも初走り日本選手権で勝つのは誰だと予想してみてください。だって。日本選手権、怪我とかがなければハキームが勝つでしょうね。で、その次を、まあ山形、桐生で争うんじゃないですかね。いや、山形もかなり状態がいいので、山形、桐生で争って、ちょっとね、白石がちょっと怪我しちゃったりとかしたから、その後は多田とケンブリッジでしょうね。いや、面白いですよ。今、日本の100メートルは本当にみんな、10秒ね、1台0台の戦いをしてくれるんで、追い風吹いたら9秒台が出るような選手がね、数人いるから、非常にハイレベルで面白いですね。桐生がな、リラックスしてポンって言ってくれたらいいけどな。どうだろうな。まあ、でも山形復活って山形の技術の高さは本当にどんなレースでも強いから、スタートポンって出ちゃえば山形が抜ける可能性あるよね。周りは力む可能性あるからね。でも、サニーはそれをあんま気にしないから、ゴン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 って走って抜き去るだろうね。この1年、2年ぐらい、サニーブラウンがどんな練習してんのか気になるもんね。ちゃんと練習してたら間違いなく一番早いわな。9秒7台とか8台出してくる可能性もある。楽しみですね。非常に選手権楽しみですね。山形選手のこの間の走りはオリンピックで毎回ベストを出すところを見ていて、非常にメンタルコントロールがうまいなと感じましたが、あれはどのように身につけられたと思いますか？または僕たちでも可能でしょうか？まあ、あれはメンタルコントロールではなくて、技術が優れているということです。もうメンタルでできることじゃないです。正しい技術を、偶然ではない技術を、こうすれば、こう進むのだ、という技術を毎日磨いているということです。それを普通に試合でも行っているということです。もうメンタルだけであんなことができるということは何一つないので、正しい技術を身につければ皆さんにも可能だと思いますよ。頑張ってみて。こんばんは。山形選手9秒95を出しましたね。武井さんが昔、まだ誰も10秒台を切れてない時、日本人の中で一番最初に9秒台出すと言っていましたよね。本当に日本記録出せてよかったですよね。だって、みんな応援していたし、願っていました。そうか、山形はね、本当風に恵まれなかったから、もう他の選手は結構ね、1.8だ、9だとかいう風もらってたけど、山形はまあ勝負でいい時に向かい風が吹いて、10秒01とかが続いてたから、ちょっと隙がなかったけどね。でももう9秒台のね、技術はずっと持ってたし、まあ、怪我とか、病気とかがあって、ちょっと遅れたけど、やっぱり走り見た技術が一番高い、ね、日本人の中で、やっぱ一番高い技術を持って走る選手なので、2メートルっていう風が吹いたら、9秒95ぐらいは出るだろうなっていうふうに、リアルに思ってたから、まあ、やっと正しいポジションに行ったなっていう気がしてます。もうなんか、いつでも、出せるとかじゃないけど、風さえ吹けば必ず9秒台で走る、もう技術があるっていうふうに俺は彼のことは見てたので、まあ、ただ故障とかやっぱり病気とかがあったから、ああ、ちょっとついてないなと思ってたけど、まあ、オリンピックが1年延びたことによって、救われたというか、間に合って、日本記録保持者になって、で、日本選手権を迎えるっていう、まあ、最高の準備ができてるんじゃないですかね。あと、今いいのはやっぱ多田くんね。多田くんが前半だけじゃなく、後半もやっぱり、しっかり、地面にこう、足を刺していくだけじゃなく、前にしっかり出して、前から、加速乗った地面に前からこう、アクセスすることができるようになってきてるから、速くなったよね。後半速くなったよね。だから、そうね。楽しみだね。桐生もいいよね。この間の走り見たら、桐生もすごいいいから、この3人がすごくいい。あとやっぱり、まだ本調子じゃないのが小池、サニブラウン。この2人がどうなるかなっていう感じね。ケンブリッジもそんなにまだ良くないから、だから9秒台でオリンピック、単独種目で100メートル走れないっていう選手が、今回の日本選手は必ず1人出ますんで、もう4人9秒台がいるから、
まあ個人種目は3人までなんでね、なんか9秒台で走っててもリレーしか走れないっていう選手が出るっていう、いやもう世界の短距離の強豪国の仲間入りをしだしてるんだなっていう、そんな気持ちで嬉しいです。すごい、なんか俺らの時代とやっぱり違うんだなっていう。俺がやってた時代はまだ 100m が10秒20で、朝原くんが10秒19出したので大フィーバーになってっていう時期に俺は陸上をやってたから、そうだね、そこから10秒08とかかな、朝原くんはそのぐらいまで伸ばした頃に俺はもう引退してたけど、感慨深いね。自分もでもその頃に10秒54とかで走ってたから、まあ日本記録まで 100m 専門じゃないにもかかわらず 0.4 秒ぐらいに迫ってたわけで、だからなんかこの時代にもし生まれてたら 100m にチャレンジしてたかもしれないなとかちょっと思うよね。まあやんねえか、10周かな今やってても。リオーガさん、こんばんは。陸上日本選手が終わりましたね。 400×100m リレーの選考はどのように行われるでしょうか。どうだろうね、まあ 100m のまあ、デーデーブルーノを入れるのかどうか、あれ選考がどうなってんのかわかんないんだけど、俺まだ。誰が代表なのか。もう代表決まったの ?100 メートル。日本代表。誰か決まったんだっけ、もう全部。決まってんの、代表選手内定。山形と多田しか今まだ発表してないの。3位にあった山内選手の内定します。桐生、サニーブラウン、小池選手は内定を逃しています。なお2位にはデーデーブラウン選手がありました。まだ分かんないのかな。小池は決まったよね。でリレー走るにやっぱりもう一人入れるべきだから、そこを桐生にするのか、デーデーブルーノにするのかっていう話なのかなとは思うんだけど、か200メートルから利用するのか。誰かを入れるのか。でも 100m のスピード高い選手を多分リレーでは使いたいだろうから、まあ多田は決まりで、山形も決まりでしょ。であと小池も多分決まりだと思うんだよね。でもう一人、サニーブラウンなのか桐生なのか、まあデーデーなのかだけど、デーデーは標準記録切ってないだけど、この間のレースでは一番速く走った。でサニーブラウンは一番遅かったけども自己ベストが一番高い。で、桐生義秀は、自己ベストは、サニーブラウンと 0.01 秒差。まあ、で、素晴らしい実力もある。で、リレーの技術は抜群に高い。で、この間の選手権も、まあ、5位だっけ?だから、この3人の中では一番上位である。あ、じゃあ、この、で、標準記録を抜いた、出してない選手を除くと、桐生がその次の候補になる。だから、多分、まあそうだな、まあ去年からの記録でやっぱり標準記録を連発しているやっぱり桐生が一番俺は有力かなと思うけどね。サニーブラウンが今のコンディションで選ばれちゃうっていうのは、桐生が外れるんだったらサニーブラウンはおかしいから、だから入るんだったらサニーブラウンだね。か、もしくは順位でシンプルに標準は切ってないけど、リレーだけデーデーを使うか。だけど、デーデーが入ると、やっぱりリレーはちょっと難しくなるなと思うかな、俺は。この間のレースは良かったけど、まあ、言うてもベストが10秒1台でしょ。だからそれだとやっぱり、ちょっと難しくなるかなと思うね。それはもう、あとは、短距離の部長が決めることだと思うんで、そこから先はちょっとわかんないですね、まだ。めめめさん私は陸上経験者なのです。野球選手やサッカー選手の自称50メートル5秒台が苦手です。本人が言ってるのはまだしも、メディアもそれを真に受けて応答するのには言い訳がさします。陸上で100メートルからなので、俊足アピールしたので、100メートルのタイム行ってほしいなと思います。まあ、どうでもよくね。まあでも50メートル5秒6とか言っちゃってるのは、ちょっとさすがに、その選手を正確に表現できてないからもったいないって気がします。それだとそんなわけねえじゃんってなっちゃうから。で、なんか、そうね、山形よりスタート早いってことになっちゃうからさ、桐生とかより。一回50メートル5秒台って人は、陸上の
本当10秒0とかで走る人と一回競争してみたらいいよ。どんぐらい離されるか。うん。うん。その桐生義秀とかさ、サニーブラウンとかで5秒6とかだから。7とか。うん、5秒6とかぐらいかな、多分な。ぐらいだから。その辺と勝負してみたらいいよ。5秒7とか6とか言ってる人は。ぶっちぎられるから。うん。で、陸上の測り方で測ってみたいな、電気でな。0.23 秒遅くなると思う。勝ちたかったら登録しとけ。